電脳住宅とはトロンプロジェクトで試作した一般住宅のこと。電脳とはコンピュータの漢文分け。計算機というのはカリキュレータの漢文分け。コンピュータは文字、計算などを同時に扱えるために電脳の分けを当てた。トロンプロジェクトリーダーである坂村健が著書トロンを作るで M トロンを提唱。それを実現するためには試作が必要であるということで、 住宅メーカーとの共同プロジェクトで施策を行った住宅のこと。もしくは住宅内の各所に埋め込まれた制御用マイクロコンピュータ間の協調分散によって住宅に居住する住人の希望に合わせた環境調整が行える近未来型の住宅のこと。以下では M トロン型の住宅、オフィス施設、都市環境について言及する。 トロン電脳住宅は研究プロジェクトとしては、坂村電脳住宅研究会によって1988年から1990年に行われ、空調、警報、照明、音響映像機器が強調して動作するホームオートメーションが題材だった。1985年にトロンの思想を生活の場に実現しようということで、住宅機器メーカー、住宅建材メーカー、 住宅メーカーの18社が集まり、トロン電脳住宅研究会が発足。革命ー,ーで住宅建材や機器類の開発を進め、1989年にコンセプト住宅の建設を始める。1989年12月には東京都港区西麻布にて、トロン電脳住宅が竣工関係者のみで環境試験等の実験を実施。 1990年4月に一部一般公開を始める。非常に関心を集め、延べ入場者は1万人に達する。実際に会員による入居実験を通して、居住性能などを調べたところ、おおむね高い評価が得られた。近未来の住宅のあり様を模索した結果、エムトロンにあるような、核機器類に組み込み型マイクロプロセッサを搭載し、情報、セキュリティ、空調、 照明などを自動管理することに成功。これによって各住宅機器メーカーでは様々な商品が開発されることになった。トロン電脳住宅では1000個に達するマイクロプロセッサやセンサーが用いられているため完全な形での協調分散システムとしての構築は当時のマイクロプロセッサの性能では実現できなかった。しかしながら、 その後、組み込み型マイクロプロセッサの高性能化や、センサー類の小型化、及びネットワーク接続が容易になったことで、今後、このような住宅の建設が行われると考えられている。実際に、パナホームやトヨタホームなどでは、同様のコンセプトに基づいた住宅が提案されており、商品化に向けた実験研究として、かつまたデモンストレーションとして、 注目を集めたプロジェクトだった。1980年代よりパーソナルコンピュータの普及がビジネスの現場で始まった。これに応えるかのようにして電脳ビルを建設することを目的にして、1985年より坂村研究室とマクミとの間で始まった研究活動のこと。現在ではインテリジェントビルとして知られる基本コンセプトを目標として始まり、 ビル入居者及び企業等の機関の社員は保有するスーパー ID カード及び一人一台のワークステーション環境等からなり書類の自動管理や情報管理システムを提案した計算機利用によって客観的に評価された行動や利用分析を行い働く場として働き生活を行う場としてのビルを建設しようという研究であった現在は別の形で インテリジェントビルが建設され、働く者を保護するためのシステムとして、安全、安心、快適な環境を提供するビルとしての環境を追求したインテリジェントビルが出現している。現在は、以下に記述する電脳都市の構想実現に向けて研究が進められている。また、電脳都市と電脳都市を結ぶ交通網にも着目した。 ITS 型のトロン電脳交通網システムについても研究が行われている。住宅、そしてビル、その先にあるのは電脳都市。有機的な連携によってどこでもコンピュータを実現することを目的として千葉県の中央部にあたる市原市周辺の300ヘクタールの丘陵地に電脳都市は構想された。情報インフラストラクチャーやヒューマンインターフェース、さらには 制度等まで含めたガイドラインの設計を目指している。多様な人々が集い、多様な生き方や価値観を持つ人々に対してデジタルデバイドなどの問題を与えないためには、人に優しいコンピュータを実現しなければならない。その目的のためには、住宅、ビル、そして公共空間に至る隅々に、 ネットワークを張り巡らし、コンピュータがアクティブに情報を獲得し、利用者である人間は、コンピュータを意識させない、様々な道具に指示を与えることによって、様々な施設の活用や双方向コミュニケーションが可能になるということを目指している。まだ研究は続いており、これからの実現が期待されている。この章立ては、次のコンセプトによって書いたものである。 トロン電脳住宅は1000個のマイクロプロセッサが組み込まれたシステムからなる住宅システム。トロン電脳ビルは10万個から100万個以上になるマイクロプロセッサが組み込まれた施設システム。そしてトロン電脳都市は1億個から10億個以上になるマイクロプロセッサが組み込まれた環境システムという意味である。様々な道具立てにマイクロプロセッサは組み込まれている。 コンピュータとして意識できるものもあれば、何気ない道具にも組み込まれている。それらのデータ転送仕様や、データベースシステムを統一することで、トロンシステムは成立する。それら個々の道具の実現は別にしても、データ転送システムや、データベースシステムを統一するだけでも、協調分散型のシステムは、実現可能なことを証明しているのである。ありがとうございます。